こんにちは、エンジャーです。今回のテーマは電気回路と電子回路の違いです。電気回路と電子回路、言葉としてはよく出てきますが、その違いについては意外と意識していない方も多いかと思います。そこで今回の動画では、電気についてこれから学んでいく方向けに、それぞれの違いについて簡単に解説していきます。難しい数式などは使わずに優しく解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。では参りましょう。まずは電気回路と電子回路の定義の違いについて見ていきます。電気回路と電子回路はそれぞれここに示す図のように定義されています。図を見てわかるように、電気を使用したすべての回路、配線、素子が電気回路に該当します。一方で電子回路はというと、電気回路の中でも能動素子と呼ばれる半導体部品を使用した回路に適用される回路の名前になります。つまり簡単にまとめると、受動素子のみで構成された回路が電気回路、受動素子に能動素子が組み合わさった回路が電子回路ということです。ここで回路とはどのようなものかを改めて考えてみましょう。一般的に回路と呼ばれるものは、電源、配線、素子によって構成されます。このうち電源については、商用電源に接続される場合には交流電源、バッテリーや AC アダプターに接続する場合には直流電源を使用することになります。次に配線についてですが、こちらは最も分かりやすいものとして電線があります。電線にも様々な種類が存在し、単純な導線以外にも USB や HDMI などの通信用の特別なケーブルもあれば、導軸ケーブルなどその種類は多岐にわたります。また配線については、電線以外にも電気回路や電子回路においてはプリント基板やバスバーなどもあります。そして素子については、先ほども少し触れた通り、能動素子と呼ばれる半導体部品の他に、抵抗、コイル、コンデンサーなどの受動素子と呼ばれる部品が存在します。このように電源、配線、素子の3つの要素が全て揃っていて、それらが一つの閉ループとして形成されたものを私たちは回路と呼んでおり、その中で能動素子の有無によって電気回路なのか電子回路なのかが分かれているというのが最も理解しやすい解釈かと思います。では次に、電気回路と電子回路を分かすことになる受動素子と能動素子の違いについて見ていきましょう。これも先ほど少し紹介しましたが、能動素子というのは半導体を利用した電子部品のことを言い、この能動素子の有無によって電気回路と電子回路が分類されています。そこでここでは代表的な受動素子と能動素子をそれぞれ簡単に紹介していきます。まず受動素子については、真っ先に挙げられるのが抵抗、コイル、コンデンサーです。抵抗は電気回路の教科書などでも真っ先に出てきますが、回路に流れる電流を妨げる性質を持つ部品で、実際の回路においては電流を制限したり、電圧を分割したり、あるいはノイズ対策用のインピーダンスマッチング素子として使用されていたりします。次にコイルとコンデンサーですが、こちらは交流回路において電流を妨げる性質を持つ部品になります。それぞれの特徴としては、コイルが周波数が高くなるほどインピーダンスが高くなる性質を持ち、コンデンサーが周波数が高くなるほどインピーダンスが低くなる性質を持ちます。用途については多種多様な場面で使用されているため、特定の用途を挙げることは難しいですが、高周波をカットしたり、反対に直流をカットしたりするようなフィルター回路でよく使用されています。続いて能動素子についてですが、こちらは代表的な部品としてダイオード、トランジスタ、FET、あとは多くのトランジスタや FET を一つの部品としてパッケージングした IC や LSI といった部品が存在します。このうちダイオードについては、整流作用と呼ばれる一方向にだけ電流を流すという性質を持っており、
交流から直流に変換する場合によく使用される部品になります。トランジスタと FET はそれぞれスイッチのような役割を持つ部品で、トランジスタが電流制御でスイッチを切り替える部品、FET が電圧制御でスイッチを切り替える部品となっています。そしてこれらの半導体素子をプラスチックのパッケージ内部で組み合わせた回路が IC や LSI と呼ばれる部品で、例えばオペアンプのように比較的小規模な回路のものもあれば、 CPU や FPGA のように非常に大規模な回路が搭載されているようなものも存在しています。このように一口に受動素子、能動素子といっても、それぞれにいくつかの種類が存在し、またそれらの組み合わせ方によってさまざまな機能を持った回路が構成されているため、これから電気回路や電子回路を学んでいくにあたっては、それぞれの部品の特徴についてきちんと理解しておくことが大切になります。ここで紹介した部品の詳細については概要欄のリンクにまとめているので、この動画と合わせてそちらもご覧になってみてください。では最後に電気回路と電子回路の実務的な観点での分類について紹介します。ここまでは一般的な分類として、能動素子の有無によって電気回路か電子回路かに分かれると説明してきましたが、実務においては電圧の高さによって分類されることもあります。ただし電圧の高さによる分類は厳密な定義に基づくものではないため、あくまでも参考程度として聞いてください。実務で回路に携わった時に、電圧が高い回路のことを強電、電圧が低い回路のことを弱電と呼ぶことがあります。この強電と弱電を電気回路と電子回路に結びつけると、強電の方が電気回路、弱電の方が電子回路として取り扱われることがあります。これは電圧が高い電源回路において電気回路の知識が必要とされることが多く、反対に電圧が低いデジタル回路において電子回路の知識が必要とされる機会が多いためです。とはいえ、もちろん強電の回路にも半導体素子を使用することもありますし、弱電の回路が受動部品だけで構成されていることもありますが、感覚的なイメージとして電圧による分類をしておくと便利な場面も多々あります。そして強電と弱電の境目となる電圧については、強電をベースに考えると 42V、 弱電をベースに考えると 12V あたりが一つの目安となります。まず強電側の 42V というのは感電によるダメージを元にした値になります。よく死にボルトと言ったりしますが、感電による死亡のリスクが 42V を境にして急激に高まると言われており、そのために 42V 以上の電圧を強電として取り扱うことが多いです。一方で弱電側の 12V については、半導体部品の信号伝送に使用される電圧の最大値をもとにした値になります。かつては 12V 以上の電圧で信号通信することも多く存在しましたが、近年は省エネ化の観点から低電圧化が進んでおり、 12V 以上の電圧で信号伝送することはほとんどありません。ということで、このように強電と弱電にはおおよその目安となる電圧が存在し、その電圧をもとにして電気回路と電子回路のどちらの知識や技術が必要になるかを捉えてみると、実務においては分かりやすくなるかと思います。とはいえ、先ほどもお伝えしたように、この電圧による分類は厳密な定義に基づくものではないため、ご自身の感覚値として活用してみてください。ということで、今回のまとめです。今回は電気回路と電子回路の違いをテーマに、それぞれの回路の定義や使用する部品、電圧の違いについて解説してみました。電気回路と電子回路の違いについては普段あまり意識することがないかもしれませんが、それぞれの分類や特徴を知っておくことは回路をこれから学んでいく上では非常に重要です。特に実務においては、最後に紹介した電圧による分類をもとに会話や議論が進んでいくことも多いので、まずはどんな回路の知識が必要になるかをしっかりと把握した上で、
電気回路と電子回路のどちらから学んでいくべきかを検討してみてください。ということで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。